東京大学出身、優秀な頭脳を使いゲームを徹底研究し尽くす男、トキド。主要キャラは豪気、トキド式なる連続技の生みの親である。どっちが上か見せつけてやろうと思います。どっちが上か見せつけてやろうと思います。そして迎え撃つのは日本一の努力家マゴ。先日行われたスパ4のイベント夏の陣で優勝するなど、今一番乗っている男と言えるだろう。主要キャラはフェイロン。プレイした時間、自信を持てるだけの僕の方が全然上なんじゃないかな。僕の方が全然上なんじゃないかな。ナンバーワンはどっちだ。いざ決戦。さあ 1B がトキドゴーク対 2B がマゴフェイロン。さあオープニングにもありましたけど、置き攻めに注目ですね。そうですね、やっぱゴーキー自体が置き攻めが結構完成されているというか、得意なキャラクターなので、そこにやっぱり、トキドさんが絡むことによってどのように進化を遂げるかというところが見ものですね。なるほど。2人の勝率がすごい 80% とか、すごいですね。いやー、久しぶりに見えるのはなんか時戸のあの豪気、久しぶりに見ますね。楽しみですね。時戸さん、さあ始まります。 1B 側時戸、 2B 側孫、いきなり早く奇襲からパンチですね。あー切り返した。さあ劣化圏で切り返していくのは孫。しかしさあこっから目押しを違う、おっと繋いでいって、さあ攻めが継続していく時戸、置き攻めはやっぱ素晴らしいですね。はい、一方的でしたね。はい、まあ孫一本遊びますからね。孫一本遊びますからね。ここからですね。ここで相手の様子を見る。そう、お前がそう出てくるならば俺はこう返すぞと言ったところです。はい、やっぱヒット確認がしっかりしてますよね。そうですね、やっぱ一発で止めるっていうのがなかなかね、できないと思います。あっと、しかし昇龍ガードして最大反撃、すごい減りましたね。豪気は体力少ないですからね、反撃には注意したいとこですが、はい、さあ投げが通って置き攻めはバックステップで華麗にかわしていく。しかしコンボを決めていく。さあ大パン差し込んだが、もっと切り返して、さあ昇龍からちょっと厳しいが、さあ削っていくが中足から、おっと、さあこのままドキドキいってしまうのか。さあどうなる。さあザンク打って、さあ攻めていく、うまくかわして孫。さあセービングでうまく、ああ差し込んだ、やばい、さあイエス昇龍拳、勝ったのはトキドゴーキー。これからも最強を決める戦いはまだまだ続く。